どうも男性ブランコブライですさあ、えー、本日、えー、ご紹介するのはこちらですね、はい、RG ユニコーンガンダムお台場限定のやつこれをどんどん組み立てていきたいと思いますえーとこの頭の角の部分ですね、えー、ここにあるんですけどこの固定用の角と これねあの、開く角2種類あるんですけど、えー、この固定用の方の角ねあの、まあ、ほ本当はここの面がね分かりますかねここの面が黄色なんですけど、えー、色分けされてないのでもうあらかじめ筆でちょっと黄色く塗っときますね,これね先に塗って乾いたらまた切り出してではみ出た部分はねあのデザインナイフで。 削っていいいきたいと思いますあとちょっと、えー、もう簡単にですけどはいはい角のパーツ乾きましたねなので今から、えー、このデザインナイフではみ出したところを削っていきますちっちゃいですね角のパーツ はい、頭ができましたねちっちゃいですねもう指先のサイズですねピントがもう全然分かりますかねはいこの縁のとこねちょっとはみ出てたんではい、デザインナイフでカットとかしてましたけれどもああぼやけるなはいできました